今回は、前回、てっちゃんさんが用意してくれた車に乗ってスタート。今回の動画は道路展望多めとなります。一行は、まず御坊を目指します。御坊までは、山の上り下りが続きます。この辺りは御坊川と呼ばれる地域です。国道42号線に合流し、南下していきます。ここで、てっちゃんのご好意で撮影スポットへ。ちょうど、御坊駅の普通電車がやってきそうね。御坊市内で昼食を終えた一行は田辺方面に向かいます。引き続き、国道42号線を南に進んでいきます。途中で国道425号線に移り、稲原方面を目指します。しばらく坂の上り下りが続きます。ここで県道28号線に入ります。この道は稲原から稲見までを結ぶ道路です。この辺りは日高郡稲見町というところです。今渡ったのがカエル大橋という橋です。カエルの形をしているというのが名付けの由来らしいです。ここで見鍋駅を見に行くことに。見鍋駅は特急停車駅にもかかわらず今年無人化されました。ちょうど287系の通過です。特急黒潮11号ですね。新宮駅です。少し見鍋駅を散策よ。古戦橋にいろいろ貼ってありますね。これは7年前のものらしいですよ。そうだったのですね。これはなんと、すべて梅の種らしいですよ。おお。駅にはこの券売機しかありません。自由席特急券しか買えないのね。ここで御坊行き227系が入線とのことで、撮影です。担当は SS4 編成ね。この区間は SS 編成しか運用に入れないわ。引き続き、キータナベを目指して進んでいきましょう。今通っている道は、紀ノ国線がかつて走っていた旧線跡です。しばらくはこの旧線跡を進んでいくので、旧線跡の風景をお楽しみください。この先は工事で入れないため、ここで国道42号線に離脱します。ここからは田辺バイパスを使って田辺市を横断していきます。この辺りで田辺市を抜けて上富田町に入っていきます。一行は田辺を抜けて一路白浜を目指します。
この辺りはアッソと呼ばれる地域です。この辺りで早から続いてきた田辺バイパスは終わりです。引き続き国道42号線で南下していきます。このアッソ地区を抜けると間もなく右折して白浜を目指します。県道31号田辺白浜線に入りました。この道を進めばあと少しで白浜に到着します。山を抜けると白浜駅に到着。287系サスティナブルスマイルトレインがいました。発車を見送っていきましょう。一行は車で白浜の海岸部を周遊していきます。こちらは円月島です。国の名勝に指定されています。正式名勝は高島。夕方には島の間から太陽が見えることもあるそうですよ。綺麗な海が広がっていますね。本当に白浜の海は青くて綺麗ねー。この辺が有名な白良浜のあたりですね。ちょっとだけ立ち寄ってみましょうか。せっかく白浜まで来たんだし。うん、いいね。ということでね、我々は白ヶ浜にやってまいりました。HN 君、それ白ヶ浜じゃなくて白良浜ですよ。見てごらんよ、この海と砂浜。うわぁ、綺麗ですね。ではこれからアッソカーブに行くわけなんだけど、一行はこれから白浜をぐるっと回って、さっきの国道42号に戻り、アッソカーブを目指します。しばらく白浜の風景をお楽しみください。このトンネルの上には南紀白浜空港という空港があります。 JAL 便が1日に何便か出ています。この先を左折して坂を登るとあのアドベンチャーワールドがあります。内陸の方まで戻ってきました。この先の交差点を左折して白浜駅を目指します。白浜駅に戻ってきました。ここから先ほどの道を戻っていきます。次回アッソカーブを訪問。しかし時間が、紀伊国編最終回。次回お楽しみに。はじめまして、ナレーションと海の遥か役を務めさせていただいている久留美素直です。普段は自宅収録で声の活動をしています。はるかちゃんと一緒に電車の旅を楽しんでいただけたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いいたします。
今回は最後に、今回の撮影に協力してくれた、てっちゃん 223K キングさんの、宣伝動画をお送りいたします。それでは、どうぞ。皆さんこんにちは、てっちゃん 223K キングです。私のチャンネルでは、主に鉄道に関する動画を投稿しています。私のチャンネルでは、大きく分けて、2つのタイトルに分かれています。まず、霊夢と行く、てっちゃん 223K の鉄道旅では、私霊夢が、鉄道旅に関する動画を投稿しています。動画の時間は、主に15分から30分程度で、何回かのパートに分けて投稿しています。そして、マリサの鉄車、223K の鉄道探訪では、私マリサが、紀ノ国線の運用調査など、短編で終わるような動画を投稿していきます。もちろん、HMWL5103 がやっている、夜の半は悪くのナレーターも担当しています。動画が良ければチャンネル登録、高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。